一つのスレで、偶然なのか恋なのか、似たような話が日を置いて書き込まれました。とりあえず、どうぞ。異世界からの届き物。朝起きて、玄関の鍵を開けようと部屋の引き戸を開けたら、上がりかまちの真ん中に、白いレジ袋でくるまれたものが置いてあった。家族の誰かが置いたのかなと思い、中身を見たら陶器でできた兜だった。それも、売り物というよりは素人の手作りっぽい。なんだこれ？まさか玄関の鍵を閉め忘れてた？と、確かめたがちゃんと施錠してある。いつ？誰が？後から起きてきた家族に聞いても、誰も、知らない、と。母は、離れで寝泊まりしていて、晩ご飯の後、離れに戻るときに、外から母が玄関の鍵を閉める。ということは、母が母屋に来た夕方4時から離れに戻る6時半の間に、誰かが、ピンポンも押さずに玄関に置いていったことになる。たまに、ピンポンも鳴らさずに入ってくる近所の人もいるが、呼んでも家人が出てこないからといって、そのまま置いていくような品物か？でも母が母屋を出るとき、そんなものはなかったと。家族から、見えてなかったんだろ。見えてたけど何とも思わず無視してたか。などなど意見が出たが、結論です。私は、その兜をどこかで見たことがあるような気がする。母の友人で陶芸をしている人の工房で見たような気がする。一応、母に頼んでその人に置いていったか聞いてもらった。答えは、置いてない。家族は、気持ち悪いから捨ててしまえ。というが、置いていった人から連絡があったら、とも思い、そのまま保管している。あなたはどう思います？母の記憶違いで済むんですかね。私はその兜をどこで見たのかをどうしても思い出せないんですよね。でもなんか見覚えがあるんです。玄関でのあの、ポツン、感は結構ビビりました。この話が書き込まれただいぶ後に、こんな話が書き込まれていました。つい先週のこと。休み明けに会社に行ったら、事務所の共用パソコンの前に見慣れないビニールに入った房のバナナが置いてあった。社長は会社の上に住んでいるので、社長が置いたのか、休日出勤してきた職人さんが置いたのかと思って聞いたが、全員知らないと。同僚が調べたら、入っていた袋は直線距離で、200km くらい離れたところのスーパーの袋だった。意味わからないし気持ち悪いので、警察に届けたけど、社長も頭をひねっていた。会社は警備会社契約してるし、休日前に閉めたのは俺で、休日に閉めたのは社長。警備会社から連絡はなかったというし、上司も頭をひねっていた。そしてまた後日、さらに似たような話がまた書き込まれたのです。会社の若い職人がパチンコ屋で自転車盗まれたことがある。中古で買ったボロい自転車で、名前も何も書いてない。諦めたけど悔しいっす。給料出たら買い直します。と言ってた。一ヶ月くらいしたら、自転車に乗ってたので。買ったの？と聞いたら、自転車屋から電話があって、店の前に放置されていた自転車が君のじゃない？と連絡が来たんだそうだ。それで乗って帰ってきたんだと。なんで買った店に放置されていたのかはわからないそうだ。兜の話といい、バナナの話といい、似てるね。最近、異世界から急に物が降ってくるのが流行ってんのかな。兜やバナナは気味悪いですが、盗まれた自転車が見つかったのは普通に良かったですね。今回のお話はいかがでしたか？よかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。コメントもお待ちしてます。じゃあ、またね。